交通工学とは、交通全般の問題に取り組む工学で、土木工学の一分野である。帝国大学工科大学では、1893年9月より、講座制が、確立時には、土木工学教室では、土木工学第一講座の交通工学ほか四、講座であったが、第一講座は、鉄道工学を取り扱う講座であった。 歴史を経るごとに交通工学においても細分化が進み、海上交通と陸上交通の分野に分かれ、そのうち海上交通はある時には、海洋科学、海事科学の分野で流通を、商船学として物流を研究し、陸上における交通工学は、高度経済成長に伴うモータリゼーションの進展などの影響もあり、ほとんど道路に起因する問題のみを取り扱っていた。 1960年代後半からは道路整備のみではなく公共交通機関などが抱える問題にも対処するようになった。この変化によってアメリカではトランスポーテーションエンジニアリングが使われるようになった。近年では日本でも交通工学のわけとしてはこちらを使用する場合もある。日本でも交通問題に対する研究は昭和40年代。 あたりから継続的に行われてきた。交通工学の分野では最先端技術を活かして事故や渋滞、環境問題の解決を目指す高度道路交通システムが導入されつつある。カーナビゲーションシステムの VIX や ETC などが一例である。公共車両優先システムや交通性温化対策、ロードプライシングなど自動車の抑制のための施策や、 インフラ整備ではなく、需要側を調整する交通需要マネジメントなども導入実績がある。また、人への影響によって、モーダルシフトを進めるモビリティマネジメントも行われる。土木工学、情報工学、電子工学、電気工学、機械工学などと工学は分野が分別されていても、工学それ自体は相互に関わりが多い学問であり、土木工学の機関分野である。 交通工学においても、横断的に他の工学分野と関わりを持つ。現在は、下記の通り情報工学や電子工学、電気工学、機械工学分野の大学研究室でも、交通工学の交通現象の解析、交通流分析なども研究しているため、防災工学などのように、各工学分野にわたる傾向がある。また近年は、総合政策学部などでも、 地方の交通に関する研究として交通工学が取り入れられてきた。ありがとうございます。